我が家に伝わる、まあ、伝わるというか私が伝えていきたい宝物を持ってきました、うん、これは、ヨーロッパの、まあ、あの木のおもちゃです。木なのですごく音がいい音がします。で積み木なんですけど、積み木って言ったらその名前日本語だと積み木なんで積む遊びを主にすると思うんですけど、これはあのスイスのメーカーなんですが、ネフっていう会社なんですけども、60年ぐらい前にデザインされたあのおもちゃです。でどうやってその積み木なんだけど積み木以外の遊び方ができるすごい面白いものなんですけど、私がただひたすらここで遊ぶっていうことで、はい、あのいろいろ皆さんが感じていただけたらいいなと思って持ってきました。クイズです。この一番下のパーツを取るとどうなるでしょう。1番倒れる、2番飛んでいく、3番新しい世界が見える。いきます。ちょっと怖いな、超緊張。おお、すごい。はい、はい、大人が一緒に遊べる本当に楽しい積み木なので、こんな風にメルヘンな遊びもできます。もっとすごいアクロバットな遊び方もできるので挑戦してみてください。この積み木はだいたいいくらぐらいすると思いますか？ヒントは輸入品です日本の、超有名なゲームメーカーが出した最新のゲーム機器とだいたい同じぐらいの値段で買えます。何が言いたいかっていうと、玉木新芽はそのいつもすごい人の手がかかってて、で撮影も一個一個してるし、あの一個の値段が高いっていう人もいると思うんですけど、でもその手間暇と、あとその買った後のお客さんのその満足感で言ったら本当にプライスレスで、私にとってはこの積み木は買った時はすっごいまだ全然なんて言うんですかね、お金にこう困ってる年の時に買ったんですけど、今その子供がそれでちっちゃい頃ままごととか積み木として遊んだりとかいろいろしてくれて、私はそのプライスレスの喜びをあのこれで得られてます。なのでそれを思い出したのでちょっと皆さんに紹介したくて、あの今日持ってきました。以上です。ありがとうございました。